はい、どうも、パスワパスとサキソフォンの松井拓也です。本日お届けする動画はですね、42年ぶりに帰ってきます。未来少年コナン。宮崎駿監督の初作品としてもですね、有名ですね。で、本日は、パスワパスをだけでですね、演奏してるんですけれども、バリトンサックスが、普通はブン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 っていうベースが多いんですけど、この曲はもうめちゃめちゃに動いてますので、そんなベースライン、バリトンサックスにも注目しながら聴いていただければ嬉しいです。元気の出る一曲だと思います。それではお聴きください。今、地球が目覚める。どうぞ。